レモン漬け乾燥保存レモンも6個名物、レモンピクルス塩レモンあるいはレモンピクルスは、インドは大陸と北アフリカの料理で一般的な調味料である。菜の目切り、4分の1カット、半分にカット、あるいは丸ごとのレモンを水、レモン汁、および塩水に浸して作る。時折香辛料も含まれる。塩レモンは、使用前に数週間、または、 数ヶ月間室温で発酵させることでできる。保存レモンの果肉はシチューやソースに使用することができるが、最も大事なのは皮である。味は少し酸っぱいが、非常にレモンの風味が引き立つ。塩レモンは表面の塩分を除去するために使用する前に洗うか、もしくは塩分を除去して自然なマイルドな甘みを引き出すために湯通しすることもある。 料理に必要な食感に応じて、ぶつ切り、もしくは微塵切にする。レモンの皮は、果肉の有無にかかわらず使用できる。塩レモンは、タジンのような多くのモロッコ料理の重要な材料で、ある。カンボジア料理では、塩レモンは丸ごとレモンを使用した、チキンスープなどに使われる。しばしばオリーブ、アーティチョーク、魚介類、小牛肉、鶏肉、そして米と、 様々な方法で組み合わされる。漬けたか肉と液体は、ブラッディマリーや、他のレモンと塩が使用された飲み物に使われる。アユールベーダ料理でのレモンピクルスは、医師官のための家庭薬であり、また成熟するにつれて価値が上がると言われている。東アフリカの民間療法では、レモンピクルスは、脾臓の肥大に対する治療に使われる。 歴史的にピクルス液に漬け込むことは、旬の時期からしばらく経った後やレモンの産地から遠い場所でもレモンが使用できるようにするための手頃な実用的保存方法であった。また19世紀初頭のイギリス、アメリカ、インドなどの料理本には塩レモンのレシピが載っており、サーモンや小牛肉のソースなどに使う方法が触れられている。今日の料理では、 このようなレシピにおいては新鮮なレモンの皮や果汁液が使用されている。19世紀初めの英乳システムオブドメスティッククッカリーにはオールスパイスや酢などを使うレシピが載っている。類似したレシピは1824年のメアリー・ランドルフの料理本に出現している。これらはそれ以前の料理本にも出てきており、18世紀初期にイギリス人家政府、 エリザベス・ラファルドによって書かれたものなどがある。いくつかのレシピにはレモンをおろしたり、剥いたり、後に使用するために乾燥させた皮を保存することが、含まれている。日本においてはあまり普及していなかったが、2010年頃に、タジン鍋など、モロッコ関係の製品ブームと共に、日本でも知られるようになり始めた。2013年から2014頃から30代。 前後の層を中心に人気を博し、クックパッドでは、塩レモンをキーワードにした、検索数が2013年から1年ほどで77倍に増え、食材として定着したという、日本の、この言葉が流行語大賞の候補となった。このため、2015年には、高知県や広島県などで栽培されている、国内産レモンに注目が集まり、取引価格が上昇したという、 発酵は炭水化物をアルコールや有機酸といった他の副産物に分解するために細菌や酵母などの微生物の使用を必要とする過程である。また、タンパク質や脂質も発酵によって分解される可能性がある。発酵は通常酸素が存在しない環境で行われる。発酵の方法は二つある。一つは乳酸発酵ともう一つは アルコール発酵であり、何世紀にもわたって使用されてきた。発酵を通じて、ワイン、チーズ、ヨーグルト、ピクルス、塩レモンなどの製品が生産されている。ビタミン B の生産の増加などが、発酵食品に関連する健康上の利点として挙げられる。発酵によって、ビタミン B、オメガ3脂肪酸、およびプロバイオティクスが作られる。加えて、 通常消化されにくい食品は、細菌による合成によって発酵することで消化することができ、これによって消化管からより多くの栄養素を吸収することを可能となる。皮を剥いていないレモンとは、対照的に塩漬けで保存されたレモン中のビタミン含量は減少し、ミネラル、糖やデンプンのような単純な炭水化物は失われる。発酵の過程は複雑であり、 レモンの外部及び内部の品質に多数の変化を引き起こす。こうした変化には、川のしはレモンの中身のわずかなカッペンなどが含まれる。発酵の保存過程の間にレモン内部で起こる化学反応に関する研究はあまり多くないものの、他の果物に基づく研究を用いたり、観察を通した補強証拠を使って結論を導き出すことができる。上記の定義を使って、 レモン内部の糖とデンプンは発酵過程の間に科学的に分解されると結論することができる。栄養値に基づいて発酵後に多量栄養素が存在しないことから発酵過程の間にタンパク質が分解または過水分解されたと理論化することもできる。発酵の成功率と安全性のレベルに影響を与え得る多数の要因が存在する。発酵は pH 干渉能、初期等顔料といった果実内の構成要素によって強く影響を受ける可能性がある。これらすべての要因は果物の大きさに応じて変化し、果物が大きくなればなるほど果物の持つ栄養価が高くなり、これらの要素はすべて変化し得る。さらに農薬は発酵に大きな影響を与え得る。もし発酵中に農薬が 果物の表面に大量に残っていると保存の過程で農薬内の有害物質の効力が高まる。塩漬けに使用される一般的な多量栄養素は使用であり液体の浸透性を上げてある種の微生物の増殖を抑制する。この効果は細菌が生き残るのには困難な環境を作り出し塩性微生物の増殖を可能にさせる。また塩は 貯蔵期間を伸ばすのにも役立つ。レモンの汁は酸性で pH を下げるのに役立つクエン酸を含んでいる。これは腐敗や病気を引き起こす可能性のある微生物を制限する。レモンの保存のために食品添加物としての酸化防止剤は脂質化酸化と食品の色の退色を防ぐために使用されている。 レモンにはクエン酸が含まれているが、ほとんどのクエン酸は、糖をクエン酸に変えることができる微生物を使用して発酵によって生産される。これは、トンカズで生産される最も重要な有機酸であり、食品や製薬業界で広く使用されている。糖蜜やデンプンベースの培地など、様々な炭水化物源を用いて、主に麹カビ、またはカンジダ属を使用した。 液内発酵によって生産される。食品、飲料産業はこの産を広く世界的に食品添加物として使用している。ありがとうございます。